サムドラパサイ王国はスマトラ島北端にあり13世紀から15世紀の間に東南アジア最初のイスラーム国家として繁栄した1292年マルコポーロが訪れ5ヶ月風待ちして過ごした14世紀にはイブンバトゥータが訪れた1406年頃民主によればテイワがサムドラパサイ王国を6度訪れている1417年に サムドラパサイ王女とマラッカ王国のイスカンダルシャーと婚姻が成立した。ポルトガル人トメピレスの東方諸国記によれば当時のマラッカ王国の国力は周辺国に比べて劣っていたためマラッカ王国と敵対していたマジャパヒト王国との関係をサムドラパサイ王国が仲介指定を課して予かしサムドラパサイ王国に住むイスラム教徒をマラッカ王国へ移住させイスカンダルシャーが 周辺地域の海賊、漁師にマラッカへの移住を積極的に進めた結果、彼の治世の3年目には人口は2000から6000人に到達した。1511年8月、ポルトガルによるマラッカ占領。1521年、ポルトガル領マラッカによって滅亡した。テーワが送った首労長さは P134 から1 3 5 3世紀の 南海路結婚の8年後にスカンダルは没したと、ピレスは知るし、結婚が成立したのは1417年前後と、計算できる。ピレス、東方諸国記、399ページ広島津、公益の時代と、近世国家の成立、東南アジア市に登場部、90ページピレス、東方諸国記、397ページピレス、東方諸国記、 393ページ広島津公益の時代と金星国家の成立東南アジア市に島し部部87ページありがとうございます